ビビったけどさ、不思議な気分だったよ。あそこまでされたらさ、もう秘密の中身なんて二度とキックも起きなかった。でもその秘密を守るため、あんたが何人も殺す羽目に。都政の義理ってやつさ。嘘だよ。親父に頭下げられた瞬間にさ、親父のため、広島のため、日本のため、そのためにこんな自分でもなんか役に立つんじゃないかって、本気でそんなこと思っちまったんだ。バカは怖いよな。でもあんたならわかるだろう。わかんねえか。広瀬は私の命令を忠実に完璧にやり遂げた。自分が兄貴と呼んできた陽明連合会の幹部を何人もその手にかけてな。尾道の秘密は私の部下、仲間だった者たちの屍に守られてきた。桐生さん、あんたがたった今暴いたのはそういう秘密なのだ。故にその行為は万死に値する。おやっさん、南雲、何をする気じゃ。おやっさん、やれ広瀬。この場にいる者は全員道連れになってもらう。そいつもまとめてやってしまえ。おやっさん、もうやめてくれ。何をしている、広瀬。ダメなんですよ親父。こいつは、南雲は。おやっさん。そうだ、お前頭悪いから、尾道の秘密が何なのかよく分かってないよな。だからそこどけな。親父、こいつだけは勘弁してやった。今さら日和寄って。おやっさん、お前にはもう一つ言ってなかったことがある。かつて大東寺が私に命じたのはな、実を言えば戦艦の破壊だった。その代わりに秘密を知る同胞の皆殺しを提案したのは私だ。何だと。戦艦が跡形もなくなれば、私は大道寺に対して切り札を失うのでな。待てや。ほっとけ。え、あの人ももう終わりだ。
すげえな。あれ。俺もさ、尾道の秘密ってのが何なのか、本当言うとずっと知りたかったんだよな。ありがとうな、あんちゃん。親分。南雲。なんじゃ。松永。おやさん。本当はお前らに殺されてやりたかったんだけどな。どういうことじゃ。お前らの父親は俺の兄貴分だった。分かっとります。じゃけえおやさんはわしらの面倒を。そうじゃねえ、兄貴たちも尾道の秘密を知る生き残りだったんだ。だからよ。おやさーん。